皆さん今週も1週間本当にお疲れ様でした。前回は英語多めで話したので今回は日本語多めでお送りします。以前の動画で説明したグラフィックデザインのポスターを印刷をしています。これぐらいの大きさのポスター印刷したことないので思ったより本当に大きかったです。印刷部屋からスタジオまで運ぶのは少し大変でした。余分な紙を切り落とします。ポスターを壁にピンで留めてちょっと見た目を確認します。まあまあ悪くなかったです。で次は春が好きのポスターを印刷します。春が好きのポスターは通常の紙で印刷するポスターじゃないので後ほどお見せします。私は陰キャなので土曜日や人が来なさそうな日にスタジオ行くのが好きです。人に会うのは嫌だってわけじゃないんですけどやっぱり一人で作業をするのが好きなのでなるべく人を避けるようにしてます。嫌いのポスターをもう一回印刷して終えました。今は2枚目のポスターの部分を切ってます。日本のコンビニの弁当やおにぎりを印刷したので切ってる時ですちょっとお腹空いてきてたでなんとですねこのポスターの大きさはフラットファイルに入りませんでした。This is what I've been working on in my typeface design class. I know I haven't talked about it much here, but basically reviving a typeface that was made by print. And it has been feeling like a side quest to me, not gonna lie, but it's not a bad thing since I don't have to put so much time and effort into this class every single week since we're only working with one typeface for the whole semester. So I have a lot of time to revise and revive the typeface. Been enjoying this class so far. It's been very chill. シルクスクリーンのためのインクを作ってます。蓋が固かったのでお湯につけてます。今日は人生初めてシルクスクリーンをします。まずはインクを伸ばして押してこうします。私腕の力が本当にないので最初は全然うまくできませんでした。今こう見ると全然力が足りてないってことが分かります。この日は何度も練習しても全然上達しなかったので先生によくアドバイスしてくれた。でこの日はずっとテストプリントを作ってました。紙30枚ぐらい使ったと思う。
ぱり時間があんまりないので、最初のレイヤーはあの先生と一緒にやりました。こんな感じで最初一番薄い色からどんどん色を埋めます。今日はここまで。嫌いのポスターを仕上げをしに来ます。アクリルの絵の具を使ってポスターの花粉感をさらにより強調させるためにアクリルの絵の具を使ってポスターに散りばめます。こうしたらあの私のポスター見るときには鼻のムズムズ感がちょっと増すかなと思ってやりました。終わった後こんな感じで緑まみれになりました。ポスターを乾かすために気をつけてポスターをまた壁にピンで留めてます。もう古いポスターいらないので折りたたんでリサイクルへ捨てます。もう次のプロジェクト紹介。デザインのペースって早いね。今日は評論の日だけどスタジオに少し早め行って、春のポスターを作ります。私は春のポスターを床に置くことをしたので、やっぱり床のスペース取っちゃうのでその日までに待つことにしました。最初はピクニックブランケットをポスターとして印刷しようかなと思ったけど、リアル感を出すためにピクニックブランケットを購入しました。嫌いポスターをなんか背景として使いたかったので位置を下げてます。ピクニックはお花見のテーマとして作ったので折り紙で桜の花びらを作りました。小さい時によく折り紙を作ってたのでこれは楽しかったです。折り紙好きなのでよく授業中とかにやっちゃダメだけど折り紙してました。でブランケットを裏返しして、春が好きっていうあの透明のシールの紙に印刷して貼ってます。最後にチャット GPT に聞いて作った春へのラブレターをあの手紙っぽく印刷しておきます。春が好き嫌いポスターの完成です。